ところじゃな。背中からすっぱりと袈裟掛けに切られたと思うだが、不思議なことに怪我一つしておらねば、足もついておる。あれは確か城門前、雪の城様に狼藉者が突然切りかかり、思わずこの身を盾とかばって倒れたはずが、ここは何というところやら。あの世ならせめて迷わぬように誰ぞに問いたいものじゃな。ジンクロー、法の結界は国中に張られ、もはやどこへも行けぬ。悪逆無道の罰当たりに諸物に代わって成敗いたす。わらわは脳臭鏡の桃姫、お人違いでありましょう。
うまくいったようじゃ。魂が抜けておる。来なされ娘も箱根の結界を越えれば奴も動けぬ。術が破れ、体からこちらの魂が押し出されてしもうたわ。邪魔するのはあれに見える坊主らの仕業じゃな。その声、忘れるはずもない。あの夜、雪の城様を襲いし、狼藉者の声ではあるまいか。いかにもそういない。あの人たちこそが切った相手に乗り移るおぼろ流玉打氏の秘技。今やその五体のことごとくがこの伊豆名甚九郎のもの。おとなしく明け渡すか、さもなくば共に地獄に落ちるか。一つに魂一つ、命において真羅万象の決め事よ。わしの霊魂が取り付けば、お主の魂は押し出される。雪の城の体を奪うはずが、割り込んだ姫君のせいでこうして小娘となって生きねばならん。情けはかけぬぞ。逃がさぬぞ甚九郎。のみでありながら浅ましき姿になり果てたるは、無限地獄に落ちるともこの手で無念を晴らすためぞ。